坂下さんがツイッターの方で言っていたことにさ、あの、宵闇の影の脳ってさ、カタカナやけどさ、この絵はさ、ひらがじゃなくてカタカナじゃないといけないみたいな、そういうこだわりがあるらしい。けどさ、俺動画のタイトル最初の方さ、ひらがなにしとったんよな。ごめんなさいね。ここで謝罪させていただきます。今はカタカナにしてます。というわけで始めまーす。見えない真実。でさ、前回のパート終わってさ、なんか、迎えに行くのは仁よとか言いながら、さあ、自ら迎えに来ているカナさんがここにおるわけですよ。よっしゃ、会いに行かなければってところでさ、自分から来てくれたんで、よっしゃ、話しかけます。カナちゃん。ジェン君、私のことを思い出してくれたんだね。でも、それはきっと違うよ。違くない、遠く、え?違くない。僕はカナちゃんを。ジェン君。約束、思い出したから。約束?何の?え、何の?何の?何の?ね、何の?何の?何の?ちょっと約束って何の?え、約束って誕生日する約束のことかな?誕生日のこと?約束って。え、あれ約束だったんじゃ。知らねえし。てかさ、話短っ。あれだけ会わなければいけないみたいな感じのさ、前振りしとって、腹筋短っ !1 分もかからんかったんやから、これ。マジかー終わりか、おいおいおい。おい同じ会話をもう一回するなあんまり意味のなかった会話するな、お前どうすればいいん?もう、ここ、何もないよな、おい。ザッピングしてみるか。困ったらとりあえずザッピングじゃ、このゲームは。ジェン君は確か舞ちゃんと一緒だったな、そうやな。これ以上何かあると思うけどやっていくわ。俺の探し物か。どちらかというと人を探している。人と言っていいかわからんが。あ、そうじゃそうじゃ、賭けの。少年追いかけよって連れてこいみたいな感じのことをさ、カナちゃんに言われたんじゃ。それ目的達成してないな。影のやつ。影のやつをちょっと連れてこいみたいな感じなのに。じゃあ影会いに行けばいいんかな、今は。けどさ、ちらほら影見つかりようけどさ、ほら、こう出てきてもさ、近づいても消えるよな。毎回俺の前に出てきては消える。何が言いたいんだ。ないよな。別にさ、話しかけることもできんし、おった場所に何かあるかっつうわけでもないよな。俺のすることは、あの鍵を見つけることと、この女の正体を突き止めることだが。もういいじゃん、別に。もういいんじゃん、別に。舞ちゃんはとりあえず、ジュンさんにずっこんラブでここまで来ちゃった、みたいな、そういうテヘペローな人間でいいんじゃない?そういう感じでいいんじゃない?別に深いことはないんじゃないの?何か闇を抱えてそうな感じはするけど、別にそういうものいいんじゃないの?いいんじゃないの?ずっこんラブってことがもうそれで、もうそういう事実があるってことでいいんじゃないの?影で出てきたけど。違う。俺を避けてんじゃなくて。え?俺を避けてるんじゃなくてって。まさかな。まさかな。まさかこの人のヤンデレっぷりを見てちょっと怖がってるのではないか、黒い影。そもそもこの黒い影、男の方と女の方どっちだったんだろう。ちょっと見た感じじゃようわからんのやけどさ。これが男の子の方だったらさ、ジュン君、小さい頃のジュン君がマユさんのことを怯えているという、そういうことになってしまったよ。そういうことになるよね。なんかあるんかな?黒い影に、こうさ、何度も何度も黒い影が出てくるんやけどさ、でも近づいてもこう消えるし、お、違う。俺を避けてるんじゃなくて。また言った。けどさ、一回目さっき、ついさっきここでさ、こう会った時に言ったセリフと変わっとるけどさ、まさかとは思うけどさ、これ黒い影に話しかけ続けたらなんかあるんかな?ちょっとやってみよう。
あ、もしかして別のポイントにも黒い影ってできとったりするんだろうか、この2箇所以外に。ここおらんかったな、多分。ちょっとやってみようか。まだ黒い、あれやな。まだ避けてるんじゃなくてって感じやな。あ、そういやさ、これの質問全部見てなかったわ。これ他にも聞けることがたくさんあったのにさ、なぜか全部聞かずにおったんよな俺。これは多分青じゃないとダメなんだろうけどさ、青いが言うてたら話になんないとか言うて呆れられるんやけどな。次は、これ前さ、どうやって帰ってきた、入ってきたとかでどうでもいいじゃないみたいなことを言われたような気がするよな。黒穴って名字本名かでさ、それが出てきたんか。純とはどういう関係だっていうかさ、一番反応が良さそうやけ見とこう。幼馴染よ、あなたたちより前からって前回も見た。これ前回っていつか覚えてないけど、何パート目か4パート目かな、見たな。お前そんなにカナが、ジュンが好きなのかって見たんやっけ前。ジュンが好きなのかって見たっけ。今さら当たり前じゃない、開けられちゃった。そんなにジュンが好きなのかって言って、当たり前じゃないっていうあたりさ、ジュン君はさ、もうすれ違った女性が10人に9人を振り向くぐらいのイケメンってことが分かったね。そういうことにしとくね。じゃあそんなにカナが憎いのかって選択肢選ぶけどさ、なんでここでカナさんの名前が出てくるんだろう。そうよ、私の世界を壊したんだもの。私の世界ってなんだなんだ、心の中に入ってきたん、あなたが心の中に入ってくるみたいな感じの精神汚染なのか、あのカナダさんは。私はただ一緒にいたいだけなの。どうして、どうしてよ、なんで私の前から消えちゃうの。全部全部あの子のせい。ああ、これ別の同性の人間をもう敵とみなすタイプのヤンデレですね。お、選択肢、新しい選択肢。違う、カロのせいじゃない。わ、どれも選びたいな。誰のせいでもないって多分外れだと思うけん、違うやつがいい。お前が悪いって言ってやりたいし、それは独りよがりの恋だって細かく言ってやりたいし。そうやな、細かく言ってやろう、ちゃんと説明してやろう。それは独りよがりの恋だ。それでもいい、この声から永遠に目覚めたくないの。否定しないのかよ。おきっぱりお前が悪いって言ってやらなあかな。一人よがりの恋っていうワード気に取るらしいからな、ワイちゃん。何気に。私は何も悪いことしてない。まあもうこれ何も受け付けないタイプだ。もう自分以外の考えは何も受け付けないタイプだ。ネットでよく見るやつだね。これじゃあ、これではないなと思っとったのが正解だったりするんかな。誰のせいでもない。確かに、舞さん、好きな人に告白しようと、そういう、好きな人に吠えられようと、そう頑張りよるタイプって考えればさ、ポジティブに捉えればさ、いい人なんかもしれんけんな。ちょっと見た目がちょっとヤンデレっぽくて怖いけど。ああ!絵が出てきた。お前が見ているジュンは、お前の中のものだ。けど、ジュンは、私のこと見てくれないのは知ってるの。だから許せない。でもおかしいって思ったの。ジュンさんが私のこと覚えてないってこと。いきなりすごい泣き始めた。まあ、確かにさ、こんなにヤンデレでさ、キャラ濃い女の子をさ覚えてないって、ジュンさん頭悪すぎやもんな。そうやな、本当は分かってきた。ここが現実で夢でどっちでもいい。私はジュンさんの影になりたい。そしたらずっと一緒にいられるもの。おい、どこへ行く。おい、どこ行くんだ。真実を見に行くの。真実、さっき見た、前回のパート見たよ俺は。前回のパート見たよ。
カナちゃんがさ、落ちて墜落した状況を見たよ、俺は。全部、終わらせよう。きっと、そのためにみんな集まったんだ。なんか絡んどん。それ言うたら、カナさんのあの、エレベーターの事故になんか絡んどんみたいになるやん、舞ちゃんが。すべて終わらせようってみんな集まったんだからって。無関係ではない感じのことを言うな、おいおいおい。あ、一人になっちゃった。ちょっと待って、一人になっちゃった。舞ちゃんどっか行った。もう、でもどっか行ったってことはさ、まず一つ目にさ、この一人でのところでさ、ちょっと、変わるんじゃないの？一人でってあったところあるよね。さ、多分ここだったと思うけど、こっちかな？あ、これだ！一人じゃないと。一人になったもん？とうとう一人になったよ！え？あ、そうか。もしかしてさ、黒い影がさ、一人じゃないと嫌だよみたいな感じのことをさ、ここに書き残しとっただけでさ、別にここがどうにかなるわけじゃないんじゃ。このロッカーの中がどうにかなるわけじゃないんじゃ。そういうことか。お！消えんぞ！ 1,2,3! よっしゃー！レン、これ。あ、ジュンくんじゃ。男の方やな。クロアナマイはもういない。一緒に来てくれるか？お？レンのこと信じてる。でも、選択肢出てきた。おお、選択肢三つともになんか重みを感じるな。どうしよう。でもさ、俺だったらこう言うなって選択肢選びたいな。ずっとそのままでいいのか。俺だったらこう言うね。許してもらえないの、したことは、僕のしたことはかな。いやー、いやいや、あれはさ、何も悪なかったんや、純くん。もう事故やん。誰が悪いとかそういうんじゃない、事故やん。あ、それさっき、レンくんが言おった最後の選択肢のやつやん。誰も悪くないやん。それや。そうか、そういうことだったんか。納得しちゃった。俺納得し、消えた！逃げられたか。カナのことを思、出せば、ついてきてくれるか。あ、じゃあ正解は上の選択肢だったんじゃ。カナダさんのこと名前出てたもんな。よっしゃ、他のポイントにできたこいつに喋りかけて、レン。で、同じような展開になるんだよ、これ。カナが待ってるんだって選択肢がある。でも、あえてさ、右の選択肢見たいんよな。俺はお前が大事なんだっていうさ、BL エンドに繋がりそうなさ。これ右選んださ、A 変わってさ、BL エンドとかになったりさ、エンディングが4つってまでとか思っとったらさ、実は5つ目があって BL エンドみたいな感じ。で、マイさんが遠くからさ、ユギーってハンカチ噛みながらさ、ちょっと泣きよるシーンが、そういう映画みたい。レン、お前がいなくなってしまっても、それはずっと変わらない。俺は、お前のことか。いやいや、ガチの BL みたいな感じのことを言い出したん。お前、俺はお前のことかで続いたらさ、好きなんだぐらいしかないやん。ちょっと、ちょっと、不条死関係、ここ不条死関係。一緒に行こう。みんな待ってる。今日が約束の日なんだろう。なら、行かなきゃ。誘ってるよ。レン君が誘われた。レン君誘われた。レン君じゃないわ。ジュン君誘われた。BL にホイホイ乗っかった。意外と BL もありなタイプだったらしい。よかったね、レン君。あとは、ジュンとカナに会えばきっと。お、なになに？お、おお、来たよ。レン君もう一回に来ちゃったよ。どうやって一回に来たんだ？え、アイドルんこれ。え、アイドルんこれ。え、か、ここアイドルん。どうやって来たんだおい。おいレン君普通にここまで来たけどさ、どうやって来たんだお前は。まだ閉まってるじゃないか。どのルートを使って来たんだお前。おい。っていうかさ、カナさんもそうだよ。え、カナさんもそうやな、よう考えたら。今考えたらさ。え、上の階からどうやって来たの？どのルートで来たのね。そのルートがあったら、さっきに教えて。ジュン君さ、それがちょっと気がかりになったままなの。まあいいや。
よっしゃ、きっちりセーブしたしな。もう何があっても大丈夫だからな。ジュン、レン、僕は忘れちゃいけないことを忘れていたんだ。カナちゃん、僕は彼女を救えなかった。準備ができたらエレベーターに行け。俺から言えるのはそのくらいだ。おお、何？サプライズプレゼントを渡しているな。プロポーズかな？もう同性愛を誓うのかな？この先になんかもしかして指輪とかあるんじゃないの？レン、ジュン君も、あながち、子供のジュン君、あながち BL 大丈夫なタイプだったよ。大人になって成長したらどうなるかわからんけどな。ジュン君、真実を見る準備はできた？よっしゃ、行こう。この先に何があっても、俺は驚かんぞ。散々、UUM の影、エンディングのさ、もう予想外さに驚かされたけどさ、俺は今回驚かんからな。誓うよ、みんな。じゃあ、私と一緒に来て。あ、一緒に行くんすか？カナさん、一緒に行くんすか？ジュン、待て。いや、お前が中に入れば分かるみたいなことを言うだけが入ろうとしたのに、待てってなんだ、お前。止めるんじゃない。もう決心ついたんだ。こいつと、一緒に行くんだ。あ、そうかそうかそうか。え、そう、小さい頃の君だよ。忘れ物だよ。あ、ここで出てくるんじゃ、青いみかんさ、みかんさって言いそうになった。みかんさってなんだお前。みさんがだな。みさんがだ。青いみさんが。ただ手に入れるだけじゃなかったんやな。ここで出てくるんじゃ。僕の中に消えた。ほほほ。ジュン君、行こう。今日は約束の日。こうして三人でまた会えた。あの日事故が起きた日、俺は何もできなかった。すまなかった。ジュン、じゃあレン、なんで謝るんだ。レンは何も悪くない。昔も今も僕を支えてくれた。悪いのは僕だ。カナちゃんを助けられなかった。ああ、そのカナちゃんがさ、隣におるけんさ、なんか違和感があるんよな。私にとって二人とも大切な人、誰が悪いなんてないよ。え、舞ちゃん。え、今までどこ行ってたんだ。てか君もどっから心まで来たんだ。ジュンさん、舞ちゃんごめん。母ちゃんのことも君のことも忘れていたんだ。でも思い出すよ。え、どこで思い出したの？え、ちょっと待って、どこで思い出したの？え、舞ちゃんのことを思い出したっていう過去のこと、過去に舞ちゃんが出てきてないよね。まだ舞ちゃん過去に出てきてないよね。過去の回想でさ、え、ジュン君何を思い出したの？ちょっとその部分教えて。今じゃまだ舞ちゃんのことな、どういう関係があるかわからないお姉さんになってしまってる。え、ジュン、もう行け。行きましょう。あ、でも舞ちゃんごめん。また後で。あ、また後でか。俺たちには辛い言葉だな。いやー、これさ、BL 好きが見たらさ、レン君のプロポーズを振ってさ、さらに舞ちゃんの思いを受けずにさ、カナさんと二人結婚するような流れみたいな感じに見えてしまうんやけど。そして、披露宴の結婚式の会場へ向かうのであった。なんてね。てかエレベーター普通に動くやないか。空気読んで動いてくれたよ。いや、ちょっと普通すごい自然に動いたけどさ、壊れとったんやで。これまで壊れとったんやで。なんで空気読んで上に上がってくれたのかね。ここは4階。なんで？お、なになに？真実を知るためよ。ああ、事故起きた、もしかして4階から乗ったんかな。事故起きた時って4階から乗って1階までドゾーンってなったんかな。カナちゃん何を、え、
彼女、うわー、ちょっと、あー、ちょっと待って。いやー、どーい、待って、また落ちてる。ゆっくり落ちてる、また。あー、ジュン君の方が重いから、ちょっとずつ、まあ、カナちゃんに追いついくような感じで落ちてる。でもゆっくり。でもゆっくりよ。口づけ。口づけしてるね、これ。絶対、口づけしてるわ。口ついてると思うわ、これ。カナちゃん。あ。大変だ。子供が二人落ちたぞ。ちょっと過去変わってる。過去変わってるよ。ああ、そうだ。落ちていくカナちゃんを僕は見ていた。僕も落ちながら。え？え？え？あの時と同じ。ジュン君はあの時も今も私をかぶってくれた。体の中の痛みで気づいたら私は真っ赤だった。でも私のじゃなかった。信じたくなかった。だから違うの。ジュン君は私の代わりに。ちょっと待って、ちょっと待って。これ前のさ、俺の中の常識が覆されたような気分なんですけど、ちょっと、二人落ちたんじゃ。で、死んだのはジュン君の方だったん？じゃあ、これまでのジュン君、霊体だったの？霊体だったのはジュン君の方だったんじゃ。よかった。母ちゃんが、無事で。いや、よくないね。俺の中の頭がパニックになってるから、よくはないね。母ちゃん、ミサンが、約束、守れたよ。ありがとう。大好きよ。僕は守れたんだ。守れてないね。これ多分守れてないね、これ。なんでピーピー言いながらさ、心電図つないでこう横をたわってるんだろうね。カナさんがさ。え？七星さん、ちょっと待ってね。すぐに先生呼んでくるから。このシーンがさ、前のエンディングの時もさ、心残りだったんやけど、何だったんだろう、結局って感じ。先生、209号室の七星さんが目を覚ましました。おぎじゃ。おれん。れん？ああ。なんか、その服装もなんか、エロいですね。体はもう大丈夫なのか？うん。20年、寝たきりだったんだ。これから大変だな。あ、え？カナさんの、カナさんの寝た時の頭の中で起きよった話だったん、今まで。そう、ね。まるで昨日のことみたいなの。この前のこと、覚えているのか？はっきり覚えているよ。気がついたら会社にいたの。私はジュン君に救われた。なのにジュン君は自分を責めてあの時から動けなかった。私も、レンも。参って子もな。今度は私が助けなきゃって。体は眠っていても心が動き出してたの。でも、私一人じゃダメだったのかもしれない。レン、ありがとう。カナ、こんな言葉知ってるか？私たちはいわば2回この世に生まれる。1回目は存在するために、2回目は生きるために。ジャン・ジャック・ルーソー、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 ルーソー。あ、ミサンガ、赤いミサンガ、おい、赤いミサンガあるぞ、おい。はあ、最後の最後にすっごいことをぶっこんできたね。おいおい
驚かざるを得ないね、これは。無理だね。驚かない方が無理だね、もうこんなの。普通常業務に戻ってるね、君は。うわぁ、ちょっと写真写真撮りすぎでしょまあ、舞ちゃん、後ろいや、そりゃ、もうさ、もうストーカーとかのレベルやし、もう警察にさ、目つけられてもおかしくないレベルだよ、君。いやいや、もう、舞ちゃんさ、結局、うん、どういう感じの友達だったのか、幼馴染だったのかわからんしさ、もう、この3人の、さ、集合写真とか見たらさ、もう、蚊帳の外みたいな感じなんよな、舞さん。舞さん、舞ちゃん、舞さん。いや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 、そんな話だったんじゃ。トゥルーエンド。いや、前回のパートさ、恥ずかしい、真実が分かりましたみたいな、そういうタイトルの回にしたのにさ、全然真実分かってなかったやん。おいおいおい、終わった、終わったで、ね、真実見終えてしまったで、みんな。いやいや、残念ながらギャラリーは 92% だ。あと 8% が足りないぜ。はっ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 は。というわけでみんな、実はさ、作者さんがさ、なんかのサイトで、サイトだったっけ、公式サイトの方でさ、言っとったんやけどさ、このハテナ、このハテナがさ、実はさ、本当のラストらしい。このハテナを見てこそさ、この本当の意味でさ、ここあの宵闇の影の最終回を迎えられるらしいわ。というわけでさ、今回は実は最終回じゃないんだ。タイトル最終回にしていながら最終回じゃないんだ、実は。で、このハテナを見るためにはさ、このギャラリーデモード、このギャラリーの達成率を 100% にしなきゃいけない。で、その 100% にしなきゃいけない、あの 100% にするには、まあ、いろいろこういう絵が出てくるよぐらいにさ、あの、イベントがあったけど、そのイベントを全部見なあかんらしいね。このナンバー2、ナンバー3、ナンバー4のイベントを見なあかんらしい。まあ、頑張ってさ、オフの時に、頑張って見てさ、あの、そのオフの、まあ、100% にして、この、みんなで、このハテナの部分見ようじゃありませんか。あ、待てよ、これ、ハテナの部分はさ、動画にしないでくださいっていうさ、作者さんのあの、強いご希望があったら嫌やな。それ先に聞いとこうかな、なんて。まあいいや、とりあえず今回はここまでだ。まあ、真の真実を見えるかどうかは、あなた次第です。何この終わり方。